ツイステ嫌いなキャラランキングベスト3。リリースされてから間もなく4周年を迎えようとしているツイセットワンダーランド。ナイトレーブンカレッジの生徒や教師陣だけでなく、ロイヤルソードや家族、他校の生徒など今ではたくさんのキャラが登場しており、その数はなんと70人を超えています。ということで今回はその中から個人的に大嫌いなキャラを3名紹介します。一部の方に不快な印象を与えてしまう恐れもありますので、覚悟がある方のみご視聴されることをお勧めします。また7章までのネタバレを含みますのでご注意ください。それでは早速見ていきましょう。まず1人目はこちら、元老院銀士。肉体が星に帰ってなお思念をこの地に留めている存在である、茨の国の元老院の1人。マレノア様からマレウスの卵を託されて命からがらに黒輪城に届けたリリアに対して、妖精の誇りを消さない愚かな部下を持って何度おかわいそうなこととねぎらうどころか、マレノア様やリリアの気持ちを踏みにじって心ない言葉で傷つける。他にも、竜の卵にコウモリが魔力を注いで返したなど前代未聞の醜聞。早く医者を呼び王子殿下をお見せするのだ。二度の王子殿下に近づくなコウモリめとひどく罵る。コウモリ差別ですね。こいつが口を開くたびにスマホを投げたくなるし、発言の全てがとにかく胸クソが悪い。リリアが魔力と寿命を犠牲にしたおかげで次期茨の谷の当主マレウスが星に帰らずに済んだんだぞと、あなたたちにマレウスを救うことができたのかと強く追求したい。ひろゆきを異世界転生させて元老院にぶつけたいですね。続きまして2人目はこちら、元老院銀A。またもや茨の国からランクイン。こちらも茨の国を支える元老院の一人であり、議員 C と同レベルの胸クソの悪さ。姫からの勅命を全うしたリリアに対して、薄汚いコウモリと蔑む最低野郎。薄汚いのはどっちですか。あなたを洗濯機に突っ込んで綺麗にしてあげたい。他にも、よくもその手でお世継ぎに触れたな。高潔なるドラコニア一族を怪我した罪は重いぞ。無能なこの衛兵のせいでご両親を失ったばかりか、不浄な魔力を注がれてしまうなどと、まあ心ない言葉の連発ですわ。本当の無能はどっちだよ。こいつら肉体がないからな。言葉通り無能か。何もできない自分たちの代わりに次期当主の命を救ったリリア様に投げかける言葉じゃないよな。というか図が高いんじゃないのか。もっと神戸を垂れよ。洗濯機じゃ生ぬるいから便器に突っ込んで泣かすしかないな。そのまま冥府の川に流れ着いてくれ。おっと失礼しました。これはランキング動画でしたね。市場が爆発してしまいましたわ。さあ気になる最後3人目はこちらの人物、元老院議員その他。またもや茨の国からランクイン、議員 B、D、E、F、G。 お前らなんなん。極端にセリフが少ないくせに、そのたった 1,2 行のセリフに他人を不快にさせる言葉を詰め込むなんて、むしろそれは才能だ。良くない才能だけどな。お前らなんて高尚なる竜のおそばにふさわしくないからな。かーぺ。はい以上です。いかがでしたでしょうか。皆様の予想は当たっていましたか。よければ皆様の嫌いなキャラもコメント欄で教えてください。今回の動画が参考になった、元老院を追放したいという方はグッドボタンやチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またねバイバイ。この動画はネタです。